さあ第2問ですまずは括弧1番の問題から見ていきましょう1番ルイ14世の侵略戦争でないものですね侵略戦争として誤っているものを見ていきましょうまずは1番オーストリア継承戦争についてですちなみにこのオーストリア継承戦争についてはルイ14世時代の 侵略戦争の中には含まれていません実は皆さんにはスペイン継承戦争ファルツ戦争そしてオランダ侵略戦争を紹介しましたがその中にはまだ載ってない戦争なんですそのため2番のスペイン継承戦争は行っているファルツ戦争も行っている オランダ侵略戦争も行っているだから2番3番4番を消して答えは1番と判断したいところですそしてこのオーストリア継承戦争がどんな戦争なのかなどういうことを覚えなきゃいけないのかなっていうのはこの次の章で紹介していきますので今はこの2・3・4を ルイ十四世の時代に行われているから消す。残った一番が答えだと行き着いてください。そして括弧二番の問題です。この括弧二番の問題なんですが。エリザベス一世の時代に。スペインの無敵艦隊が負けました。この艦隊はイギリス側から何と呼ばれていたかなんです。 無敵艦隊って呼び名自体はイギリスがつけたんですねその艦隊を自分たち破ったんだすごいだろうってそういう表現がしたかったんですこここのの無敵艦隊のことをこちらアルマダと言いますちなみにスペインはフェリペ2世の時代このアルマダがイギリスに敗れ海上覇権を失ったスペインはこの輪と衰退していくことになります。 3番の問題ですさあこの3番を解いていく時のポイントはまずジャワ島に作られているそして総督府が置かれたたよここでで判断したいんですオランダのアジア進出の拠点となった場所それがこちらバタビアと言いますちなみにバタビアは現在インドネシアの首都ジャカルタになってます。 オランダが作った町でアジア進出の拠点ですのでしっかりと覚えてあげましょうさあ括弧四番です括弧四番はモルッカ諸島をめぐってイギリス人召喚員らを虐殺香辛料が豊富なモルッカ諸島をめぐってイギリスを倒した追い出した出来事ですねそれがこちら アンボイナ事件もしくはアンボン事件と言いますアンボイナ事件でイギリスを追い出すなおイギリスはここで追い出されてしぶしぶインドに行く結果的にインドに行ったイギリスはこの後大成功しますイギリスがインドに向かうきっかけとなった事件としても有名なんです 5番の問題ですさあ7年戦争の結果イギリスがフランスから獲得した領土ちなみに7年戦争の結果イギリスフランス間で結ばれた条約をパリ条約というんですねこのパリ条約でイギリスが獲得した領土はどこですかっていう問題です。 ままず上から見ていきましょう1番ジブラルタルタジブラルタルはこれパリ条約ではなくてスペイン継承戦争のユトレヒト条約で獲得した領土なんですね。アカディアニューファンドランドハドソン湾ジブラルタルミノルカなんです。 なのでジブラルタルタは違うそして同じくユトレヒト条約でイギリスが獲得したのが4番ニューファンドランドドラなんですこれもユトレヒト条約同じですなので1番と4番を消したいそして2番カルカッタカルカッタはイギリスがインドに建設した 町なのでフランスから得たものではありません軽かったを消しましょうちなみにフランスはポンディシェリシャンデルナゴルっていう2つの町をインドに作って最終的にイギリスと衝突して追い出されていきますそして残った3番が答えこちら正解となりますちなみにこのパリ条約でミシシッピ川伊東のルイジアナカナダを フランスから獲得していますフロリダをスペインから獲得イギリスが広大な植民地を完成させますさあ第三問ですまずは一番の問題から見ていきましょう絶対王政の特徴でさあ誤っているものを探していくよ まずは一番から見ましょう重商主義政策を取り重商主義政策というのは国家が積極的に経済に介入して利益を出していこう例えば貿易でいうと輸出を増やそうそのために国内の産業を守っていこうということですよねよく読んでみると国家は極力経済に介入しないって書いてますね極力経済活動への介入を避けた これが重症主義の説明になってません。ということからいきなり答えは1番となります。国家がが積極的にに経済に介入すするこれが重症主義政策なんですちなみに234を見てみましょう。封建貴族は官僚として国王の政治を補佐した。 官僚は国王の政治を補佐します主な構成員は貴族ですそして国王はこの貴族を抑えつけるために自分の言うことを聞かせるために高い給料を支払っていただからお金が必要なんですそして3番目常備軍を整備して反王権勢力の討伐常備軍というのは国王が持っている軍隊 国王の私物ですなのでその常備軍を維持するにもお金がかかる非常に絶対応せてお金がかかるシステムなんですねだからこそ経済に積極的に首を突っ込んで何とかして儲かるようにと考えていたんです。で最後4番王権真珠説を採用王の権力は神から授かったんだだから何をしたってもいいんだ。 国王権を正当化していきます。なので、二三四いずれも正しいですね。誤っているのは一番。国家に国家が積極的に経済に介入していくということをしっかりと覚えておきましょう。括弧二番です。さあ、ルイ十四世。 フランス絶対王政の黄金期ルイ14世として出来事誤っているものを見ていきましょうまずは1番から財務総監コルベール東インド会社再建コルルベールは重商主義を展開して積極的に経済に介入例えば貿易会社を立て直したりしてますので1番はこれ正しいと判断しましょう。そして2番 神学者母主へが宮廷教育係を務めたルイ十四世時代の神学者母主へ王権神授説を唱えて皇太子の教育係を務めてたんですそして三番ユグノを積極的に保護商工業を育成したルイ十四世はなんとの王令を廃止して ユグノーを弾圧してますのでこの3番は言ってることおかしいんじゃないかと判断しましょう答えはこちら3番が嘘をついているということになりますちなみに4番見てみる見てくださいベルサイユに大規模な宮殿を造営ルイ14世の時代にベルサイユ宮殿が建設されてますので4番は「 正しいことがわかりますねさあ皆さんこの章では西ヨーロッパの絶対王政特にスペインイギリスフランスこの三つの国に分けてみ見ていきましたそしてこれらの国々では重商主義政策というのが展開され国家が積極的に経済に入っていくんだ自分の国が儲かるようにしようと動いていったんですその中で 北米やイインンドに植民地を建設したのがイギリス・スフランス最終的にこのイギリスフランスが衝突して勝ったイギリスが広大な植民地を手に入れそのままイギリスがまた繁栄を遂げていくという大きな展開をしっかりと抑えた上でそれぞれの国でどういう王様がいて。 どういうい政治を行っていたのかを一つ一つ確認しておきましょう。